まず1着目は私の好きなハーフパンツコーデです。このハーフパンツも可愛くて、シルエット細すぎず太すぎない程よいシルエットが、カジュアルすぎず年齢重ねても履けるようなデザインで、色展開も落ち着いた展開だから、まさに大人のハーフパンツという感じで使えるアイテムです。で、トップスはニットベストとアメリカンスリーブのトップスセットアイテムなんだけど、ニットベスト着ずに中のアメスリートップスだけ1枚で着てます。セットだけど別々に着れる着回し力高めのトップスです。このアメスリートップスは肩周りすっきり華奢に見せてくれるシルエットだからすごい使えます。ハーフパンツの色味ね、ちょっと光沢感があるんですよ。でもややマットな感じで、そこも可愛い特徴です。そして私のお気に入りのシャツを上に羽織ったスタイリングもしてみたんですけど、この素材本当に肌触りが良く上品な生地で、トレンド問わず長く飽きずに使えるアイテムだと思います。パフスリーブシャツで気になる腕周りを華奢に見せてくれたり、袖口ゆったりしてるサイズ感だからすんごい着やすいんですよ。あとサイズ感的に1枚でパンツとかスカートと合わせても上品なコーディネートに仕上がるし、ジャンパースカートとかオーバーオールのインナーアイテムとしても着れる、着回しもできちゃうアイテムです。伝わるかな、このとろみがあって上品な素材感、こんな感じでインしても可愛いです。はい、続きましては1着目のシャツとアメスリタンクを着回ししたコーデです。このパンツが本当に履きやすすぎて、プリーツパンツなんですけど、上品だし動きやすさも兼ね備えた生地が特徴的です。さらっとした質感で通気性もいいし、肌に密着しても心地いいパンツです。ネイビーがコーデにいい感じに涼しさと抜け感を出してくれるから重たくならないのも私は好きなポイントです。あとこの履いてるサンダルがめちゃくちゃ可愛くて、伝わるかわからないんですけどね、ぷっくりしたデザインなんですよ。柔らかい合皮だから足が擦れることなく履き心地は抜群です。幅広いスタイリングに合わせやすくて、スラックスとかワンピースの外しにもおすすめです。ラフだけど大人っぽく見えるようなカラー合わせをしたところがポイントです。このパンツは本当に楽ちんなので、いい意味でとりあえずこれ履こうってなれるのがこのパンツの良さです。はい、続きましてはワンピースなんだけど、このワンピめっちゃ可愛くて、まずね、深い空きがあるデザインだから、インナーで様々なスタイリングを楽しんでいただけるワンピースで、今は私は1着目に着てたアメスリのタンクを着てるんだけど、中にボーダーとか柄物とかカラー物で差し色にしても可愛いです。アリアは本当ワンピースが丈長いものが多かったり、高身長さんでも安心して着れるワンピースがたくさんあります。このワンピは程よく肉感もあるので動きやすいし、ボディライン広いすぎる心配もなく長く着れるアイテムだと思います。あと前後着用可能なのも魅力の一つで、シーンに合わせてスタイリングを楽しめるワンピです。可愛いよねこのワンピ。色はブラックとブラウンの2色展開だったかな、あったんですけど、ブラウンのシンプルな長さのしっかりあるワンピってなかなか私はまだ見つけられてなかったから、ブラウンが可愛いと思ってブラウンにしました。はい、続きましてもワンピで、これはジャンパードレスで、張り感のあるナイロンタフタ生地で、わかりやすく言うとシャカシャカ系です。長さがありつつも重量感じないほどの軽い飾りが特徴的です。着丈は高身長がフルで着用できるサイズ感から、低身長さんまで着用できる3サイズ展開があります。マットなファスナーだったり、両サイドにポケットがついてたりと、モードに落とし込むことができて、可愛らしすぎないワンピースです。このワンピ可愛いですよね。こういうのさ、デニム素材とかよくあるけど、重いのが私苦手で、ナイロン素材は軽いし着やすいのが好きなポイントです。ちょっと見えづらいんですけど、タックもしっかり入ってるからメリハリがあってスタイルもよく見えるワンピースです。はい、続きましても、またこれも可愛いワンピースなの。この後ろのデザインめちゃ可愛くないですか。程よい後ろの空きに同素材のタイがドッキングされたリブニットドレスで、ドライタッチで肌触りも良くって、適度な肉感ですっきり着れるワンピです。
タイを首元に巻きつけるデザインがコーディネートをこなれたスタイリングヘッドをブラッシュアップさせてくれます。やっぱワンピ可愛いし丈長いしさ、私本当に好き。アリアのワンピこれね、伸び防止のために紐にステッチを施してアームホール部分を狭くすることでフィット感はありつつも裾は広がりあるから、様々な体型の方にも着ていただけるようなデザインになってるみたいです。動きやすさ伝えたくてめっちゃキモい動きをしました。そしてこれ今着てるジャカードニットジャケットっていうのがワンピと同じ素材で重ねて着ることで開け口までスタイリング楽しめるようになってるみたいです。丈がさ、ショート丈の作りだからこうやってワンピースと着てもスタイルがよく見えるし、逆にパンツとかでもね可愛いと思う。何でも合わせやすいと思います。この丈感はハイウエストのパンツと合わせるとすごいスタイルよく見えそうだね。袖も結構長めでゆったりしてる、切り返しなしのデザインだから一つ折りとかしても違ったデザインに見えて可愛い。秋仕様にしたかったからもう少しね分かりやすくブーツとか履けばよかったんだけど、秋はこの感じでショートブーツとか履きたいです。はい、最後のスタイリングはさっき履いたお気に入りのプリーツパンツの着回しです。ドッキングトップスを上に着てます。ざっくり開いたねカット前の V カットが特徴的で、コクーンシルエットが女性らしくてサイドのドロストでよりシルエットを調整させてくれます。合わせるボトムによってきれいめにカジュアルにもなるトップスだから、インナーでキャミソールだったりタンクトップで色を変えたり同色にまとめたりスタイリング楽しめるアイテムです。トップスの素材感は、綿素材とあと張り感のあるレーヨンナイロン素材の2素材が使用されたドッキングトップスです。はい、こんな感じで夏服ルックブックでした。またたくさんルックブック出します。バイバーイ。